金幕鬼トール印章が謝罪、電撃婚の陰に、10年恋人と二股交際9月4日、自身のブログで結婚を発表したゴールデンボンバーのフロントマン、鬼トール印賞、37、相手については、現在も過去にも芸能活動歴のない一般の方、とした。だが鬼トール印には今年まで10年にわたり交際してきた女性がおり、妻との交際が始まって以降も、 その女性との関係が続いていたことが、週刊文春の取材で分かった。オニトールインとその女性、栄子さんとの出会いは、ゴールデンボンバーのブレイク前に遡る、10年以上前、オニトールインさんは、当時学生だった栄子さんと知り合いました。二人で飲みに行くようになり、やがて男女の関係になったそうです。テレビ局関係者、音楽関係者も言う。2012年にゴールデンボンバーが、 めめしくてでブレイクした頃には、エ子コさんをライブに招待するようになっていた。そしてオニトールインは後に結婚相手となる女性と出会って、以降もエ子コさんとの仲を生産できず、今年まで男女の関係を持ち続けていたという。オニトールインさんはエ子コさんに結婚のことをどう説明したのか。エ子コさんにとってオニトールインさんは、20代の10年間を費やした相手。 二股またをかけられた末に、その女性と結婚となり、ショックを受けているそうです。前で、テレビ局関係者週刊文春がへ、子さんとの関係を鬼登る院の所属事務所にと、うと、以下のように回答した、10年来仲良くしている女性の友人がいることは事実です。最後にお会いしたのは3月で、その時に結婚の予定があることを話し、その日はそれ以外特に何もなく、 以後は会っていません。私のことで傷つけてしまっていましたら大変申し訳ございません。鬼ール院の人となり、英子さんとの交際の様子など、詳しくは9月8日、水曜日16時配信の週刊文春、電子版及び9月9日、木曜日発売の週刊文春が報じている。